佐賀線は、かつて、佐賀県佐賀市の佐賀駅と福岡県大和郡世鷹町の世鷹駅を結んでいた日本国有鉄道の鉄道路線である。1980年制定の国鉄再建法により、第二次特定地方交通線に指定され、国鉄分割民営化直前の1987年3月28日に全線が廃止された。 鉄道不設法別表第113号に規定する予定線、佐賀県佐賀より、福岡県矢部川、熊本県ワイフを経て、比後大津に、イタリル鉄道及びワイフより、分岐して大分県森付近に、イタリル鉄道の一部である。矢部川は、現在の瀬高、ワイフは、菊池市であり、さらに豊飛本線の比後大津へ、ワイフからは分岐線が日差し台本線の文豪森に、 至るという計画であった。矢部川からは、東小江鉄道が、熊本県南間までを開業。分岐線も、その一部が、国鉄宮原線として開業したが、いずれも佐賀線の廃止より前に廃止されている。また、佐賀線の開業前に矢部川柳川間で1911年より、京弁鉄道の柳川軌道が営業を行っていたが、佐賀線の開業に際して、 廃止保証を受ける形で、矢部川地区を柳川間開業後の1932年2月21日に廃止となった。当選は、諸富区後和津間で地区小川を、畜後和活地区大川間で、花州川を渡ることになったが、通常の橋では、大型船舶の航行に支障を来す恐れがあるため、地区小川にかかる地区小川橋梁は、列車通過時以外は、 橋桁中央部を23メートル上昇させることができる稼働橋とし、花州側にかかる花棟川橋梁は橋桁を両側に75度跳ね上げることのできる飛べ海橋とした。佐賀線廃止後、花棟川橋梁は撤去されたが、筑後川橋梁は保存され、国の重要文化財に指定されている。沿線の福岡県大川市一帯は、家具産業が盛んで、佐賀線からも、 全国へ向けて出荷されていた。また、諸富駅から味の素九州工場への引っ込め線が1970年代頃まで存在するなど、沿線住民にとっても欠かせない路線であった。前世紀には、佐賀線を経由して、熊本駅と長崎駅を結ぶ急行、筑後も運転されていたが、モータリゼーションの影響で、乗客は減少するようになり、貨物もトラック輸送へと移行していった。 一番の要所でもあった筑後川で、並走する国道を208号に諸富橋、大川橋が完成すると、ますます乗客が減り、前述の通りに廃止が決定した。当時、旅客の面では、開業当初は蒸気機関車牽引による客車列車であったが、戦後間もない頃からガソリン動車を導入、ディーゼルカーに置き換え後は、1982年までは、廃棄までは、 佐賀機関区のキハ17系3両編成が基本で、朝方のみ、唐津運行区までは、東唐津起動区のキハ35系2両編成も、使用され、1983年以降ではキハ17系から置き換わった、キハ40系3両編成でも運行された。廃止末期では1日10往復ほどで、一部唐津線の西唐津駅から4両編成で出発し、 佐賀駅にて二両編成に分割後、全二両は、世田谷駅行きへ、後二両は折り返して、西から津駅行きとなる列車や、世田谷駅に到着後、折り返して、鹿児島本線に乗り入れし、灰塚駅へ向かう列車も設定されていた。また1日1往復ではあったが急行。 筑後が1961年から1980年まで、長崎機関区のグリーン車を含むキハ58系4両編成で、熊本駅長崎駅間を運行しており、佐賀線内では、筑後大川駅と筑後柳川駅に停車していたが、両駅ともに、ホームの有効長が3両分しかなかったため、1両のドアは、締め切り扱いであった。なお休行筑後は、 長崎本線上の佐賀駅長崎駅間を、軌動車急行、稲佐や出島と並結して運行されていた。戦時中の1943年から1944年の時期に東京博多間で運行されていた特急、富士には一等車と展望車が連結されていた。そのため、折り返しの最古の二両の向きを変える必要があったが、博多駅とその隣の竹下駅には、 この二両の向きを変える設備がないために、竹下都市探せ高町竹下の間を、蒸気機関車が先日の二両をそのまま牽引して、ノンストップで運行することで、デルタ線の容量で一回りして、向きを変えていた。接続路線の事業者名、駅の所在地は、佐賀線廃市時点のもの。筑後柳川百町間で、西鉄を牟田線と、 道成や下部駅の下で交差していたが、佐賀線に駅は設けられていなかった。瀬田川駅、佐賀駅にはそれぞれ佐賀線用の冷番ホームが今も残存している。佐賀駅から通信する長崎本線の高架には、佐賀線の部分がすぐに切れるものの残っており、カーブしながら地上へ降りていく、高架橋も長らく放置されていたが2008年3月より撤去が始まり、隣接している。 駐車場の拡張用地に転用された。地上に降りた地点から東佐賀駅跡までは用地は一般道路に転用されている。瀬田谷駅ではホームは当時のままだが線路部分が自転車置き場に転用されている。東佐賀駅は築堤上にあったが現在は築堤の土砂は除去された。東佐賀駅南佐賀駅までは 築堤に並行する道路がある区間は長らくさらちのまま残され、並行する道路のない区間が先行して都市計画道路として転用、共用されていた。2013年5月に残りの区間も都市計画道路への転用が完成し、共用が開始された。南佐賀駅から築後川橋梁までは自転車、専用道路、上腹サイクルロードとなった。畜後川橋梁から 花胸川橋梁跡手前まで遊歩道圏一般道として整備され、そこから筑後大川駅跡までは未開発である。筑後大川駅の少し先から有明海沿岸道路となっており、道駅から東大川駅までは一般道として、そこから大川次第境付近までは自動車専用道路となっている。それより先、筑後柳川駅までは未整備である。 また、道駅のホーム当設備の一部は、学道農園むつごろう、ランドに移転され、跡地は公園として整備されている。そこから、三橋駅付近までは、未整備で、それから、しばらく、一般道となっている。矢部川橋梁跡から先は、一部掘削されて、用水路となっている。しかし、一部撤去、整備されずに線路が土の中に渦漏れてしまっている。 ところも存在する。佐賀線廃止以前から佐賀柳川間では、西日本鉄道及び、佐賀市交通局が柳川世高間では、堀川バスが佐賀線に並行する形でバスを運行しており、これらの路線が佐賀線の代替バス路線となった。佐賀線廃止に合わせて、西鉄、堀川バス、佐賀市交通局が、 天換交付近にて購入したバスで、世田カサガ館を直通する急行バスを共同運行していたが1990年代に廃止されており、現在では世田カサガ館をバスで移動する場合は、西鉄や長和駅で乗り換えなければならない。2013年3月現在でも佐賀市内のバス停には運行会社として、ホリカーの文字が残るものが少数だが残っている。 2019年9月現在においても瀬田カ、佐賀間を直通する急行バスで使われていたバス停を、そのまま、堀川バスが継続して使っている。現在では、佐賀駅、バスセンター西鉄や長和駅間に、西日本鉄道が、西鉄や長和駅瀬田カ駅間に、堀川バスが、路線バスを運行している。佐賀市交通局は、西鉄バスと、相互乗り入れという形で、 西鉄や長場駅佐賀駅間で路線バスを運行していたが、1998年7月28日に廃止され、西鉄バスの単独運行となった。ただし、佐賀市内の佐賀駅バスセンター諸富見間では、佐賀市交通局の他の系統の路線バスが運行されている。西鉄バス並びに堀川バスは西鉄や長場駅で、 天神大向田線西鉄福岡駅方面の特急と接続する体系で全便が運転されており、かつて運行していた準急バスも全バス停に停車する形に改められるなど、西鉄電車へのフィーダー輸送を溶かしている。ちなみに2005年頃まで西鉄バスの正面方向幕には準急の表示が残されていた車両が存在していた。ABCD 鉄道ジャーナル第21巻第7号、鉄道ジャーナル社、1987年6月、92から99ページ。記念スタンプ、定止章告示第1340号、官報1935年5月22日、鉄道省年報、昭和10年度、ありがとうございます。